じゃあ今回はあの僕のお知り合いであるアニメーターの方々にお話を伺いたいと思います。えー、っとお二人ちょっと紹介します。こちらのモニターに出てるのが後藤大輔さんです。よろしくお願いします、えー。よろしくお願いします。でこちらにいらっしゃるのがコマッピー新平さん。新平です。コマッピー。コーです。コマッです。よろしくお願いします。でえー、っとまあ後藤大輔さん大輔くんは。 えと僕同じ会社で勤めててもう本当にリスペクトするアニメーターで僕のそうだなクリエイティブのんだろうこうなんかいいアイディアをいただく上ではものすごくこうキーマンで非常にこう影響を受けた人物ですで、えー、大輔君から、まあ、あの日本にいらっしゃるアニメーターで紹介していただいたのがキーさんでえっとうちのお仕事も何個かやっていただいたりとか非常にセンスのいいアニメーターなんで。 で、えー、大輔くんはもう本当とすごくって、えー、っと今アメリカにどこにいるの今カリフォルニアにいますでえー、っとまあ勤めてる会社のこととかちょっと聞いてもいいですかはいえー、っとカリフォルニアロサンゼルスにある、えー、ローガンっていう会社に勤めています、えー、2016年から勤めてるんで今5年目ですね で、そこで、えー、シニアアニメーターっていうアニメーターをやっています。えー、主に、うちの会社ではあの、アップルの、えー、仕事だったり、えー、っと、ミュージックビデオとかもやるし、映画もやるし、えー、映画でいうと、この間、この間とか、まあ、2年ぐらい前ですけど、あの、アントマンアスプっていう映画にも、えー、っと、参加させてもらって、タイトルっていうかクレジットももらいました。 まあそんな感じでアニメーションを作ってます。まあ非常にもう聞いたらもう知ってるような案件ばっかりをやってるような会社に勤めてるまあ優秀な人間です。で、えっ、ー、と、小牧さんは今福岡でそうですね。福岡でフリーランスで、えー、基本的にはもう自宅で、えー、CG を制作してまして、えー、主な案件としては、 企業の VP って言われるんですけど、そのプロモーションビデオみたいなものだったり、企業のイベントとかがあった時に、映像演出の時に使うような、まあ、クラブの VJ みたいな、コンサートとかのバックの映像だったりとか、まあ、 ミュージックビデオの一部分、CG がこうたくさん使われている部分とかのお制作とかを福岡で受注しているっていう感じですね。えっと、今回ちょっとお話を伺いたいのは、まあ僕もこう映像系の仕事もしてて、で、まあそんな中でまあアニメーションっていう部分っていうのがまああるんですけど、まあ簡単なものだったらもちろんその まあできる範囲で僕もやったりするんですけどまあアフターエフェクトっていう、まあ、みんな結構聞いたことあるようなソフトをまあ使いこなしてる人たちにまあちょっとこう素人的な質問も踏まえてここどうやるのとかで逆にまあそのもうほんと使いこなしてる人はこんなことするよみたいな話とかをちょっと伺いたいなと思いますじゃあよろしくお願いしますよろしくお願いします アフターエフェクトってさっきも言ったけど大学生とかもう若い子でも、ね、使えるようなソフトではあるけど正直その、うん、僕が結構カメラマンだからこうカメラの話とかをこう質問される時にどれ買ったらいいんですかとかそのカメラはどういう機能があるんですかとか<ー>細かいことを聞かれるけどいやいやもう,こう映画撮るんだったらこういうカメラだけどってやっぱりその仕事に応じたこう機種のポジションってあると思うんだけど。 アフターエフェクトって、そういうこうクリエイティブなソフトウェアの中で、どういうポジションになるのかなっていう、うんあ。あの、その、個人、これは個人的な見解として、それ業界的な一般常識ではなくて、なんですけど、あの、アフターエフェクトって、その人によって全く使い方が異なるソフトだと思うんですね。他のもそうかもしれないけど、 僕の中では結構特殊なんですよ。その、どう使うかその人次第。なんか、えっと、フォトショップをな、あの、アニメーションできるフォトショップみたいな感じで使う人もいれば、えっと、なんだろう、他の、えっと、例えば編集合成ソフトとかに比べて、比較的安価だっていうことを考えて、えー、ローコストで、えっとラの、ランニングコストが低いソフトとして、 それを編集合成ソフトとしてメインに使ってる会社ももちろんあるし、だからその使い方が本当にバラバラだと思うんですよね。ただ僕の場合は、その昔、2000年ぐらいにちょっと流行った、そのモーショングラフィックスって言われてるジャンルをメインでやってるので、テキストのアニメーションだったり、えっと、そういうのから、まあもともとね、昔は始まって、 えー、今は結構いろんなことやるんですけど、結局でもアフターエフェクトで、えっと、ほとんど何でもできちゃうって言っても過言ではないかなと思いますね。小牧さんはやっぱアフターエフェクトばっか使ってきてるイメージですかそうですね。ただ、あのー、なかなかその、プロダクションに所属してると、おこう、アフターエフェクトだけ、 系っていうのが、まあ、特にその東京とかだとまたちょっと違うと思うんですけど、地方になると、大体そのスペシャリストっていうより、ジェネあ、その、なんか、ジェネラリストが求められるようなイメージで、あの、まあ、でもやれなきゃいけないみたいなところがあるので、アフターエフェクトだけやりたいなと思っていても、やっぱり 3D とかもやらされるし、まあ、3D 自体も、その、 正直、うん多分プロじゃない人からしたら 3D って大まかにこう、なんか、1から10まで、多分物うものを作って、まあ動かして、まあ映像作品としてものにするまでっていうのを一人がやるイメージだと思うんですけど、通常その一つ一つの工程にそれぞれこうスペシャリストがいて、まあどっかをやればいいっていう、 のが、ま、東京とか、もっとその、ま、海外とか特にだと思うんですけど、ま、モデルを作るならモデルを作る。だからま、3D しか触らない。とか、ま、その、アニメーションする人だったらモデルは作らなくても、モデルを作られて骨とかも入れられたものを、こう、アニメーションさせるみたいな感じでこう、セクションが完全に分かれてそれだけをやればいいんですけど、 僕はずっと地方でやってきてるので、まあ、アフターエフェクトだけじゃなくて、まあ、それに付随する、例えば素材を作るのに今回は 3D が必要だとすれば、もう 3D の作業もやるとか、が必要になってくるので、本当はそれだけ、アフターエフェクトだけが好きなんですけど、まあ、3D をやったりっていうこともします。大輔くんが、その、使う人によってアフターエフェクトのこの部分を使う、まあ、会社によってはね、この合成だけをやる会社があったりとか、モーションだけをやるとか、 そういう,こうセクションで言うと、小牧さんがアフターエフェクトを使う部分っていうのは、もうどんどんアニメーションでこう動かして作品を作っていくってところそうですね。得意にしてるのは、そのアフターエフェクトで、まあ、あの、合成したりとか、まあ、そのアニメーションを作ったりっていうところの部分が得意ではあります。まあ、そういう使い方が多いですね。さっきあの、 大輔くんが言ったような話で言うと、大輔くんはアフターエフェクトをどういうジャンルとして使ってるんですかあの、あのね、そのジャ、ジャンル分けが、昔はもっとあったと思うの、はっきり。はっきり、その、その2000年当時とかだったら、えっと、モーショングラフィックスとか VFX みたいな感じで、こう、ジャンルがあって、そこになんかこうゲームならゲームみたいなね。で、そこにこう、 なんだろう、こう、ちょっとしたこう小さな壁みたいなのが一応あったのよ。だけど、その技術的にも、えっと、いろんな、そのなんだ、んだんこう近づいてきてて、えー、例えばそのモーショングラフィックスって言われてたような人たち、まあうちのローガンもそうなんだけど、もともとモーショングラフィックスとかデザインとかでやってきた会社が、えっと、その、要するにそのテクノロジーが進化していく過程で、 そのレンダリングをもっと綺麗に、もっと綺麗にって言ったら結局 VFX と同じことをやらなきゃいけなくなっちゃったみたいな。それがその映画用にハイバジェットなのか、まあ、ハイバジェットなのか関係ないか。あの、映画として使う、映画用に使われるようなそのパイプラインのあるようなものなのか、それとももうちょっとその CM とかで使われるような、もうちょっとそのフラ、えー、っとカジュアルなものというか、 っていうぐらいの違いで、レンダリングのクオリティとかっていうのが差がなくなってきて、その、例えばそこに適用されるセオリーとかっていうのも、ほぼ、ほぼほぼ何も工作差がないような状態になってきてるから、その自分が今どう使ってるかっていう話になると、えっと、もう本当自分の与えられた仕事で、アフター f e ックスでできるものだったらもう全部やってるっていう感じになっちゃうかな。 仕事で使うソフトはやっぱアフターが多いのえっと、個人としては。僕個人としては、その、どうしてもアフターエフェクツのアーチストっていうイメージが会社にもあるし、えっと、自分があまりこう 3D、3D もやるんですけど、3D は苦手ですみたいな、そういうのを、あの、言ってるから、どちらかというと 2D の方がメインかな、会社では。その、まあ、お二人になんだけど、 まあその学生とかこれからね、ちょっとアニメーションみたいなのをやってみたいなとか思ってる人にまあ言うとしたら、もうアフターエフェクトはじゃあまあそういうこう、ハイバジェットなこう案件に応じても使うようなソフトではあるっていうところで言うとそうなのうーんその、要するに求められるものによるかな。その、例えばその、ハイバジェットであろうがローバジェットであろうが、えっと、 カメラ機材みたいなもので、例えばレッドで撮るとか、あの、ファントムで撮るみたいなのがあるにのに対して、例えばそのね、アルファ7-3とかでいいんじゃないみたいなのも、やっぱりもちろんあるでしょその、ハイバージェットだけどこっちの質感が欲しいとか。逆に言うとね、あの、ちょっと質問変えると、 アフターヘクトじゃできないアニメーションみたいなのが、このソフトだったらよりこうできるみたいなまた別のものがあるんだよ。ある,あるあるある。あるんだ。ある。え、例えばそれって何っていうやつだ例えば、その、まあ、あその大きく分けて 2D、3D みたいなのがあったりするでしょその大きく分けて 2D、3D っていうのがある時点でもう概念が全然違う。で、アフターヘクトだと、まあ、結局ほら、 2D だ、3D だって言っても、結局出てくるものって 2D でしょだけど、その中のやっぱ概念が違えば、できることとできないことっていうのはどうしても出てくるから、その、ターエフェクスの場合は 2D、3D 空間っていうのもあるけど、あくまで 3D っていうのは、その、えっと、立体的にものを配置するぐらいの概念で、ポリゴンカウントとか、その、頂点と頂点を足したところに面ができるとかっていう 3D 的考え方ではない。 だからそういうのが、えっと、全くできない。まあだからそういうのを求められると、そのね、前扱ったりとかすることになるんうそうそうそう。で、まあ 2D の中でも、例えば、その、あの、アニメーションって言ったときに、その、えっと、まあ、小牧さんとか結構得意なジャンルの、あの、絵描くような、実際のこのクラシックな、であの、なんていうの、セルアニメーションみたいな、アニメーションとかになったときに、アフターフェックスだと、 正直結構しんどいと思う。うえ、小牧さん、セールアニメーションみたいに絵描いたりもすんのそうですね。その、すごく、その、なんだろう、細かいものっていうか、いわゆるその、昔のフラッシュみたいな感じ。あ、そうです、そうです。その、うん、こう、みんなが想像するアニメみたいな、うん、クオリティでは描けないんですけど、あの、よくやるのは、 そのアニメのエフェクトみたいな、爆発とか、まあ、雷とか、うん、炎とか、そういうエフェクトを手書きで一枚一枚書いたりとか、あとはその、こう、イラストレーターとかで書いたような、結構簡略された人とか、まあ。はいはいはい、全然書いた。陰影<を><あ>があんまないやつとか、ね。そうです、そうです。そういうのを、こう、アフターエフェクトでよくやるのが、 その関節に分けて、まあ、一つイラストがあって、これを動かしてくださいって時に、だいたい関節割りで、こう、手、うん、ま、手の先で腕とか足とかを関節でアニメーションさせるみたいなのはよくあるんですけど、そういうのじゃなくて、ちょっと、その、一枚一枚手書きで動かしたりとか、そういうレベルぐらいのアニメーションは手書きでやったりはします。それって書いたやつはアフターに持っていくんですか そうですね。まあ、プレミアムスのも持ってたりもするんですか今、その、前はフラッシュで一枚一枚描いてたんですけど、今は、結構フォ、その、その、フォトショップで、あの、下のレイヤー透けたりできるじゃないですか。うん、そういうので一枚一枚描いたり、もう、イラストレーターで、ベジェで、こうパ、パーツっていうか、まあ、一つ作ったものをコピーしていって、徐々に曲げたりとか、うん、そういう作り方でやって、 出ます、ね、うんなるほど大ちゃんちょっと素人的な質問になるんですけどはいアフターフェクトまあ小牧さん今ここにねマシンがあってこうウィンドウズだけどローガンとかになるともうマシンって何使うの,マック使うのえっとうん、うん、マックもウィンドウズもリナックスもあるかな大ちゃんは何やるの えっと、僕はウィンえマえっ、ー、と、Mac, iMac, i イマックプロあ<ー>あ<ー>、僕は、あの、ベンジャみたいなやつ。ベンジャじゃないよ。ゴミ箱みたいなやつ。じゃあ、それ、あえっと、それはマックプロああ、iMac クプロってあの、ちょっと褐色のやつね。うん、黒い、あれっすよね。そうそう、黒い、うん、黒い iMac。ああ、今も iMac でやってるんですね。一回、あの、プロを、 日本にいるときプロ使ってたじゃないですかあのゴミ箱みたいなやつゴミ箱ねうん <laughs> 国標めっちゃしてんだよ <laughs> あのうん遅かったあああれでも,もめっちゃダメって言ってましたよねうんあの値段の割に結構使いにくいっていうかまあスペックをあれですよね生かしきらない、うん、ソフト側が生かしきらないみたいな感じでしたよね確かあの正直 あんまりこのテクニカルな面がそんなに得意じゃないから、そのパソコンのスペックをどう活かせばいいのかがわからないけど、あの、Mac ってそんなに早くないでしょやっぱりそのそ早く作業したいんだったら Windows の方が今はいいでしょこう言っていいのかわからないけど。安定する感じはあるっすよね。なんかそれが気持ち的な部分なのか。あのね、もうその、今、 えっと、自分が Mac を使ってる理由はもうほぼ OS のためだけだと思う。やっぱりその OS でファイルを管理自分がするときに他のに比べてもう断然楽,楽というか慣れてるからやっぱりその毎日ファイルの整理をするからやっぱり Windows に切り替わるとそれなりに遅れるなってちょっと思ってしまってるところがあって。うん、確かに OS は Mac の方がもう断然いいですよね。 今でもやっぱりいいのかな僕もその、しばらく、そのフリーランスなってから iMac だったんですけど、あの、どうしてもスペックが必要になって、で、その、欲しいスペックと予算で考えると、その Windows で自作で作った方がいいなってなって、で、自作パソコン2つ作ったんですよ。で、それだと多分 Mac 同じスペックで Mac 買うのの2分の1以下ぐらいでいけるので。で、ただ、その時に久々その Windows 10を触った時に、あの、まあ、わけわからない落ち方を結構するなと思ったんですよ。OS 自体が。<laughs> と。やっぱあるんだ、まだそういうの。ですね。で、あの、それこそ、その僕が学生時代とか、まあ、それこそ小学校から、まあ、 高校とかぐらいのその Mac のイメージってむしろ Mac の方が何か起こったらそのどう直していいかわからないっていう OS のイメージだったんですけど、うん、むしろ Windows の方がなんかあの何かあった時にわかりにくいみたいなイメージにはなってるですね、うん、安倍さんは安倍さんどっち今俺あれだよあのー、16インチの MacBook Pro これ出たやつ ああ。で、一応こうなんか、外付け EGPU みたいなのをつけてる。あああれやってんだ。だけど、あれが効いてるかどうかはもう全然わかんないし、そんな、ね、アフみんなみたいにアフターヘクトでゴリゴリやんないから。だけど、でも、ミアとか。最近さ、もうカメラがさ、もう 4K 基準になってく,、うん、くるでしょ。なるなる。だからもうやっぱ、どんどん素材が重くなってきて。わかる。だからなんか、もうこれ、変えとかないとダメかな、みたいな。 うん、でなんかね、もう最近はローで撮るとかなるじゃん。いや、そうそうそう。で、でもそれだったら、それだ、その、そういう場合はどっちがいい,い ?Windows のそのハイスペックなやつの方がいいのか、なんかこう Mac の安定性は安定性であるなとは。いや、俺も大ちゃんと全く一緒で、使ったことないよ、俺、うん、Windows。ああ、やっぱそ、<あ>そこだよね。だからまあ、その、そのその普通の一人はなんかね、わかるとは思うけど、うん 人んちに上がるみたいな感じになるじゃん、どこに何があるか分かんないみたいな。だから、その、ね、転校生になるのがちょっと怖いっていう感じでしょあとなんかもうやっぱりこう、ね、こう UI もやっぱり洗練はされてるから、なんかこうおしゃれなものを使いたいみたいなちょっと欲求もあるでしょ、うん、Windows ってなんかもう、はみたいなとかあるでしょ、うん、文字多くない <laughs> みたいな。<laughs> うんうん はあの最近見てないからどうなのかわかんないけどでもなんかテクノロジーやっぱすごいでしょサーフェスとかもああだってあれなんかもう書けるんでしょ、ね、普通にうんですです俺でもちょっと iPadPro なんか OS 新しいの出てこう外付けハードディスク認識するようになったでしょ iPad がえそうなんだそうだから iPad でどこまで編集できるのかなとか試してみたいよね